まず冒頭15分会見時間が遅くなりましたこと、そしてお待たせいたしましたことをお詫びを申し上げたいと思います。それでは会見に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず10月12日エジプトのカイロにて開催されたガザ復興支援会合に日本政府を代表して出席をいたしました。会合はノルウェーおよびエジプトが主催をいたしまして、世界中から90カ国以上の国そして国際機関等が参加をいたしました。スピーチにおきましては、先般のガザ紛争に関し停戦を確実に定着させ、紛争の再発を防止し、パレスチナ自治政府による統治を通じたガザ再建の必要性を強調をいたしました。また復興を着実に実行していくための国際社会が関与する支援メカニズムの構築を提唱いたしましたとともに、当事者に対し中東和平交渉の再開に向けた協議の継続を呼びかけた次第であります。日本のパレスチナに対する支援としては、3月にすでに2億ドルの支援を表明をしております。その一環として、今後がれき除去や食料分野、社会経済分野での開発支援など2000万ドル以上の支援を行う予定である旨を表明いたしております。なお本会合に先立つ11日にシュクリエジプト外務大臣外相と会談を行い、さらに12日にアッバスパレスチナ自治政府大統領、またマサンエスポルトガル外務副大臣等と会談を行ったほか、会合のマージンでケリー米国務長官、バンキブン国連事務総長、ブレアカルテット代表らと立ち話をいたしました。冒頭私の方からは以上でございます。それではご質問を受けいたします。挙手でお願いします。斉藤さん。共同の斉藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アジア関係ですけども、先ほど外務省が、日本、中国、韓国3カ国の、サイバー対話、サイバー協議を、北京で、行う運びとなったと、発表しました。それで、我が国としては、この日中韓サイバー対話で、何を取り上げ、何を主張し、どのような共通認識を、目指したいと考えているのか、副大臣のご所見をお伺いしたいと思います。ありがとうございます。10月21日に北京において日中間のサイバー協議を開催するという張り出しを記者クラブの方にさせていただいたと思います。すでに外務省から発表しておりまして、日本側からはですね、河野明サイバー政策担当大使を団長とする代表団が参加をし、サイバー分野における各国の施策や戦略、国際的な規範、地域および国際的なプロセス、サイバー政策に関する日中間協力の将来の方向性などについて協議を行う予定であります。サイバー空間の安定的利用に対するリスクが新たな安全保障上の課題となる中で、サイバー空間の安全性などを高めるための国際社会の協力は重要であると認識をいたしております。我が国といたしましても、このような協力に引き続き積極的に取り組んでいくということであります。他にご質問があればどうぞ。斉藤さん。共同斉藤です、はい、ちょっと話題変わりますけども、慰安婦の関係で、はい、クマラスワミ、報告書に関して、政府が、その内容のですね、一部について修正を求めたと、このように報じられました。でこの点についてですね、副大臣は今後その日本の名誉そしてイメージ回復に向けて、このクマラスワミ報告書の問題点を含む慰安婦問題にですねについてどのように対外発信をしていくのか、例えば外務省としてインターネットなどを通じてさらに発信強化に取り組む考えがあるのかないのか、また他にですね何か一応お持ちかどうかですね、副大臣のご見解をお伺いしたいと思います。はい、ありがとうございます。まずご指摘の報告書に関しましては、クマラスワミ特別報告者が国連人権委員会に提出した
いわゆる女性に対する暴力に関する報告書の第一付属文書の中で、いわゆる慰安婦問題について言及をした報告書であるということで、事実関係を承知しております。本件報告書に関する立場に関しては、政府はこれまでも人権委員会等国連の場で説明を申し上げている次第です。今般朝日新聞の報道撤回といった最近の進展があったことから、クマラスワミ氏本人に対してこれらをしっかりと説明をし、何らかの形で報告書に示された同氏の見解を修正することを促すことで、ことが適当であると考えた次第であります。このため政府関係者が14日に同氏に直接会って説明をするとともに、同報告書を作成後に実施されたアジア女性基金事業及び女性の人権の促進に向けて日本の取り組み状況を説明したということであります。そしてまた具体的にはですね、対外情報発信というのは特に今回安倍政権力を入れております。総理からも党と相談をしながら、我々対外情報発信原田義明委員長を中心として自民党議員有志のメンバーによる会も発足をいたしておりましたし、私自身も委員長代理として原田義明委員長にお使いをしてた立場から今の外務副大臣になっておりますので、担当といたしましては木内外務副大臣が中心になると思いますけれども、この対外情報発信に対する強化というものをしっかりとですね、準備をした上で、効果的な手法を取って、しっかりと誤った認識というものを正していきたいというふうに思いますのと同時に、私もずっと戦後の歴史教育、日本の歴史教育と日本の歴史を考える議員の会ですかね、あの会におったとき、当時中山成明先生が会長、日本の前途と歴史教育を考える議員の会ですね、あの当時中山成明代議士が会長なさっておられましたけれども、当時豊田徹先生が南京問題小委員会、私自身が慰安婦問題小委員会の委員長という形でこの問題に、ずっと携わってまいりました。でこの時も思いましたけれども、しっかりとですね、エビデンス、客観的な事実に基づいて、また客観的な史実に基づいて、おのずからご判断ご理解がいただけるような形で、時代がですね、時とともにそういった証左を風化させない間に、しっかりとした証拠というものを私どもで、リサーチをして、それをちゃんと残して、そして正しい方向へ、導いていくというのが私は大事じゃないかなというふうに思います。他にご質問があればどうぞ。どうぞ松本さん。時事通信の松本です。日中関係について2点お伺いします。昨日中国の鄭華大使が都内で講演された際に、その11月の APEC に合わせたその首脳会談について、領土問題、歴史問題での日本の誠意ある、また具体的な行動を求めるというような趣旨の発言をされました。これに対する日本側のまず受け止めをお伺いしたいのと、2点目は具体的に尖閣諸島をめぐる問題で、日本政府としてはその首脳会談実現にあたって、その尖閣諸島をめぐって対話なりですね、議論、その交渉、そういったテーブルをにつく用意、構え、余地というのはあり得るんでしょうか。2点お伺いします。はい、ありがとうございます。鄭華大使は都内で講演をし、日中間の諸問題、課題等について、言及しつつ、中国側としても日中関係を正常な軌道に戻すことを希望しているということなどを述べたと承知いたしております。日本側としましても、日中関係を改善したいという点については同じでありまして、鄭大使から中国側も同様の希望を有している旨の表明があったことに留意をしております。日中関係が安定することは、両国国民にとって重要な利益であるのみならず、国際社会地域の平和と繁栄にも大きな影響があるというふうに思います。安定的な友好関係を築いていくため、首脳会談を早期に実現をし、対話を通じて戦略的互恵関係をさらに発展させていきたいと
というふうに考えております。同時に領土問題に関しても、そこに問題があるからこそ対話というものは積極的に行われるべきものであるというふうに考えておりますし、尖閣の問題にしましても同じことであるというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。他にご質問があればどうぞ。斉藤さん。ダビデ、すみません、共同の斉藤ですけど、今の副大臣 の発言でちょっと一箇所確認したいんですが、今その尖閣についても対話行われるべきだという話ですが、これはその従来の日本の立場では尖閣は歴史的にも国際法上も日本固有の領土であって、そもそも領有権問題は存在しないという立場ですから、領土問題について対話をするという立場はこれまで取ってこなかったと思うんですが、その点についてですね、もう一回確認させていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。かえってご指摘いただいてありがたいと思っています。自通信の松本さんからは領土という言葉と尖閣というのを分けてあえてご発言をなさったので、私は答えの時に分けて申し上げた次第でありますけれども、私は今逆に共同通信の斉藤さんがおっしゃったような形で、今までも日本の政府の方針、これは尖閣は我が国固有の領土であって、歴史的にもそれを疑う事実というのはないという立場には一切変わりはありませんので、分けて質問をいただいたんで分けて答えたけど、どうも答えの文章が日本語としてなんかこうリエゾンして聞こえたら、それは間違いであるということでありますので、今斉藤さんがご質問いただいたようにですね、今までの政府の方針と私が今申し上げたことは一切狂いはないということでご理解をいただければというふうに思います。他にもご質問があればどうぞ。よろしいでしょうか。ございませんでしたらこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、いいですか。本当にいいんですか。産経新聞とかいいんですか。いや、なければね、逆に今終わりということでありましたけど、私の方からちょっと一言だけ産経のソウル支局前支局長のことについて、申し上げたいと思います。オンで結構です。はい、オンで結構です。よろしいですか。申し訳ありません。もちろん、続けます。オンで続けます。ごめんなさい。じゃあもう一回再び再開をいたしてますけれども、産経新聞の前ソウル支局長の起訴に関しましては、報道表現の自由および日韓関係の観点から極めて遺憾であり、事態を深く憂慮している旨、韓国側に厳重に申し入れたと。政府としては今般の出国禁止措置の件を含めて、主従の機会レベルで引き続き韓国側に適切な対応を求めていきたいということであります。はい、ご質問がございましたらどうぞ。よろしいでしょうか。副大臣、よろしいでしょうか。はい、それではこれで終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。すいません。